おはようございます。ラブ川崎です。どうしました、田中さん。あの、もう、これね、あの視聴者の皆さんには伝わらないと思うんですけど。淳さんってオンエアが始まる、三秒前とかに笑かしてくるんですよ。全然そんなことないですよ。ただ僕は花粉症だよっていうことを言いたかっただけなんですよ。キラキラ笑うからさ。もう本当に勘弁してほしい。はい、花粉症ですね。私も花粉症です。目が痒いです。はい。今年も始まりましたね。はい。 今年は多いんですか少ないんですか？まあ普通です。まし <laughs> <laughs> まあまあ、えー、毎年来るよね本当にね。まあでもちょっと家に入る前にちょっとコートのねパサパサ花粉払うとか、うん、あと花粉用のメガネじゃなくても、うん、普通のメガネでもやるだけで結構効果があったりするので。であとシュッシュとかね。そうですね。花粉、うんね、でちょっと対策していくしかないですね。なんとか2年に1回とかにしてくんないかね。ね。オリンピックの年だけ。 4年に一度とか。<laughs> あのね、<laughs> 家でテレビ見れるからね。うそうですね。いや、まあ、でも、耐えるしかないですね。そうですね。はい、まあ、これも季節ものということで。はい、楽しみましょう。はい。あ、はい。はい、<laughs> さあ、それでは、今週も参りましょう。ラブ川崎。スタートです。 今日も川崎の魅力をたっぷりとお届けします。はい、プレゼンターはこちらの方です。はい、プレゼンターの伊吹礼です。よろしくお願いします。い伊吹、大丈夫そうですね、花粉症ね。そうですね、今のところ大丈夫なんですけど。めちゃめちゃ通ってますよ。でも普段は、もうめっちゃ目赤くなって、ロケとか結構大変なので。これからですかね、私は。意外となんか元気で跳ね、飛ばすタイプかな。と花粉をね、はい、頑張っていきたいと思います。飛ばしていきます。はい、今日のテーマはこちらです。 川崎マイスター西洋左官職人編<ー>川崎市では優れた技術や技能を持つ市内最高峰の匠を川崎マイスターとして認定。うん 昨年12月新たに5名の匠が選ばれました、はい、このシリーズ毎回楽しみなんですよ、うん、すごい人しかいませんからね川崎マイスターという方々は、うんうん、そうなんです認定されたのは5つの分野のスペシャリストたちです、はいはい、ご紹介しましょうタイル・レンガ工事分野で初の認定安藤さん、はい、写真の修復修正技術に優れた坪井さん、うんはい、青函の溶接技能に秀いれた渡辺さん、はい そして高精度な金型を製作する野の川さん、はい、塗装技術に秀でた綾部さんです。すごいね、まさに職人技術が大ね,ね必要とされるなんか職業な感じしますね,ね。一人一人どんなことされてるのか具体的に教えてほしいぐらい、ね。写真修復の職員になります。<laughs> うん、なんか思い出を蘇らさせてくれるんでしょ。うんそうです、ね。ということですね。 ちなみにですね、今回はこの中から、はい、塗装分野のマイスター、こちらの方綾部<お>さん。はい、訪ねてきました。ご覧ください。<う>訪れたのは高津区にある丸子。こちらで働く川崎マイスターの綾部淳さんは西洋左官職人として活躍しています。西洋左官ち。ちょっとこれもてて、ね。なんですか。ててね、なんですか。<laughs> えめっちゃ軽いじゃないですか塗ってあるんですかそうですこれ塗ってあります壁みたいなデコボコちょっと表現してみてどれぐらいかけて作ったんですか半日ぐらいですかねえ仕事をしながら合間合間でえ合間合間で半日でできちゃうんですかこれ左官は一般に建物の壁などを塗る仕事下地処理から磨きまでを行います特殊な塗装技術テクスチャーペイントは店舗や住宅で見られますこれもそうなんだ 大理石の粉の入ったペースト状のもので色をつけて大理石とかだと大きさの規格が必ずあるんですよこういった技法であればつなぎ目なしにこうシームレスに作れてしまう見た目ありえない組み合わせが実現できるのも魅力の一つ西洋砂漢は日本の砂漢と違いより装飾性を重視しますアートの方よねうんなんでその西洋砂漢をやろうと思ったんですか塗装屋としてね やってたんですよ友人がたまたまこういった仕事をしている会社に入ってそれ実際にやってみたいなやっぱり見て衝撃を受けたんですそうですねびっくりしましたねどうやってんのかなみたいなよくないちょっと西洋左官の一番スタンダードな仕上げアンティークスタッコっていうのデザインを道具と技で体現しますせるんだそこにそうですちょっとね いきまーすなんか違うぞちょっと想像と違いすぎて今びっくりしてるんですけど模様、うん、をいくつも重ねて、はあ、重ねていくんだ塗る方向を変えることで色の濃淡を表現するそうなんですへー日本だとザーッて骨乗れる作業でして次の日、はあ 朝起きて指がこうなってて、そのまま開かなかったとか。こうならないうまく塗れる角度があるようなんです。私も特別に体験させていただきました。こうなんかこういう感じでやってましたね。そうですね。そうですね。ちょっと全部落ちちゃう。いいですか？いやついてないと思います。え、そ取って、そうです。これを塗りつける。塗りつけます。壁に。はい。 はこれは難しいぞ。それ簡単にやられたら俺の給料出ないんで。均等にやるのも結構難しいですね。そんな感じですね。私なんかほらボツボツみたいなのできちゃったりしますもんね。ねわかりますかこの段段段になっちゃうんですよ私がやると。リズムよくて。すごい。やっぱ邪心が入ってるとサクこう。そうですねあの決してあの余計なことは。なるほど。これこのままだと仕上がらないですね。あえ仕上がりだと思ったらさ。 実はここからがすごかったんです。下げて。摩擦と。その熱で。ここが艶が出てくるんですよ。うん、わあ、本当だー。ちょっと斜めから光当取ると。ちょっとこの息遣いを聞いてほしいですね。<laughs> ぜひ。<laughs> 本当ですし, <laughs> しんどいんですよ。これ。いきます。ちょと力を入れて。そうです。うん、そうです。滑りが。あ。すごい。 キラキラしてくる。わ本当だ。およそ一時間乾かせばアンティークスタッコの壁が完成。つやつやです。すごいね。ういうオーダーが来るんですか？うん、イメージもありますし、うん、カラーコピー一枚あの私の元に来て、うんはい、こんな壁にと。お客さんのイメージをできるだけ体現するのがこの仕事の重要なところです。 お客様が求めているものを察する能力がすごいす。いかにお客様が喜ぶか、一番に考えて。仕事に取り組む、その姿勢が惚れます。川崎前さん、綾部さんをご紹介しました。会社の人も惚れ込む、うん、技術と人柄ということですね。技術はもちろんですけど、やっぱりお客様のことを考えて仕事をする。うん、す,すごいね、確かにすごいね、あの技術。そうなんですよ。うん ちなみにですねあの、うん、綾部さんの仕事は店舗がメインなんですけど、はい、技術の高さから著名人やアッパー層のお客さんが多いそうなんです。<laughs> なるほどえやってもらいたいなうちもなんか動物風にしてくださいとかね,ねなんかあれだけいろんな柄ができるっていうこと面白いですね,ねちょっと高級感もありますし日本の左官とはちょっと違うとそうなんですあの VTR にもありましたけど、うん、西洋は自信が少ない文化なので、うんはい、薄く塗ってこうデザインを楽しむっていうところがちょっと違うんですよね。なんか日本の壁って、うんまあ あの家の中だとなんか張り替えるってイメージがあるもんねクロスとかを、ねうん、イメージがね。うんうん 絵は塗るんだねってね、アートなんだね。アート、壁も全部アート。描くって感じか。素敵だね。この仕事はですね、探求心、経験、柔軟な心が必要です。その高い技術と発想でクライアントさんからは綾部さんにしか頼めないと絶賛されているそうなんです。さすがねマイスター。ちなみになんですけど、綾部さんの趣味こちらです。走ること。もう数々のマラソン大会に出ていて、見てくださいこれ、タビ履いて走ってるんですよ。 本当だしかもサブスリーのランナーであのウルトラマラソンとか100キロとかもうガンガン出旅で走っちゃうんですかそうなんですそんなに速くすごいそれがやっぱり探求の元なのかもしれないです。一番リセットできる時間なのかもしれないねでも旅は大丈夫かな旅すごいですよねガビオとか落ちたらどうするの落ちてないことを願って100キロねすごいですよねはい。続いては私も西洋砂漢を体験してきましたこちらご覧ください ということで私も体験してみたいと思いますこちらでは小学生にも体験を通じて仕事の面白さ大切さを伝えています手をていただいてあの怪我するんでちょっとずつちょっとずつ開いたかな開いたいいですよいいですよはいおーいカレー感 私が挑戦したのは玄関やホテルのエントランスに飾るアートパネル。はい。広げてみてください。うわ、気持ちいいですね。気持ちいいですか？パンにバター塗って。ああ、そんなそんなイメージ。想像力あるじゃないですか。今までそんなほど叶わなかった。想像力でいいのかな？すごい褒められましたこれ。想像力豊かにコテでバランスよく自由に塗っていきます。おうまい、白そうこれ。毎日パン食べてるからかな。 え、なんか、ずっと、ぬって、ドラえもんみたいなってってた。<laughs> 色がそうだ、邪神は入れちゃいけないんですもんね。こてを,を押し付けて模様をつけます。すセンスが問われます。す力のかけ方が難しいですね。すね一定にならない、あのー。もうちょっと力抜いてみますか。もうちょっと力抜いて。えーえー、<laughs> 難しい。 筆じないからねそうなんですよ硬いからねほん当だえ、同じものですよねこれ体重は乗っけなくても大丈夫です全身に乗せてましたが真下にシナリオ利用していくのがなかなか難しいんですあ、これ今もう模様つけてますそうです模様はい。すいいじゃないですか伝わります これすごくいいなあ本当ですか、はい、お嬉しい、えー、あなんかちょっと花びらっぽく見えて,、えー、しか見えてない模様があるんだろうねあやべさんの職人の血が騒いだのかあおお<ー> <laughs> 一気におしゃれになりました <laughs> <laughs> あああああああこれはもう先生の作品になっててます <laughs> ああああああ 完成したのがこちらのアートパネルいい、ね、お部屋にうまくマッチしていますか素敵左官職人はここ数年減少傾向にあるそうですうこれから左官になろうと思ってる方に何かアドバイスありますか、はいはいはい、そういう若い人がいるのであれば周りが思ってるよりは楽しいかなってキラキラした目でお仕事されてる、はい、<laughs> 日本って メンンテナンスフリーだとか何でもかんでも安くだとか簡単にっていうのがもう強いんで手仕事というかもっと広がるように精進していきたいなって思ってます。 ということで、アートパネルお持ちしました。こちら綾部さんの作品ですね。なんか映像で見ると、正直よく分からなかったですけど。なんか実物を見ると、すごく奥行きを感じるというか。あの乾くと、こうやって出てくるんですね。同じ青なんだけどもね。グラデーションがね、はい、あってますね。すごく素敵ですね。じゃあ、淳さんが持ってるのが、私の作品です。はい。 いかがですかいいよくないこれいいですとてもお世辞じゃなくて本当にいいと思うまあでもほとんど綾部さんがこ塗り直してるんですけどでもゆうさんが作った花びらのあたりもとても綺麗ですよねこのあたりこのあたりねいやいいと思うよこれが白い壁に貼ってあったじゃんめちゃくちゃおしゃれだよね 嬉しいです <laughs>、えー。でもあのあのやっぱ職人さんっていうとね、その作監職人っていうとやっぱ無骨なすごくイメージがあったんだけど、全然違うんだね。そうですね。すご,すごく柔らかい方ですよね。穏やかでね、はい、なんかね。マルコーでは西洋左官のほか、住宅の塗装も受け止まわっているそうです。伊吹、はい、さんありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです。今回はマルコーのオリジナルタオルを5名の方にプレゼントします。 ご希望の方は2月26日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、そしてこの後は特番です。はい、はい。プラスチック、あおなるんですか。びっくりしますよ。<laughs> はい、川崎のリサイクルについてお伝えします。特番、この後すぐです。ぜひご覧ください。